ウィリアムズ FW18 は、ウィリアムズが1996年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。デザイナーは、パトリック・ヘッドとエイドリアン・ニューウェイ。FW18 最大の特徴である、プロテクタータンブヌフィン。前年の FW17 バイトを基本に、発展改良させたマシンであるが、大きな特徴として、この年より義務付けられたコックピットの、 サイドプロテクター上部にフィンを立てている。これにより、レギュレーションをクリアしながら優れた空力性能を持つことが可能となった。フロントサスペンションにはトーションバーが採用されたが、これはシートポジションをそれ以前より寝そべる形に変更したことで、スプリングダンパーユニットを収めるスペースがなくなってしまった影響である。もう一つのポイントとして、 後年入イ作マシンの基本ともなる高齢規格を初めて採用したことが挙げられる。チームでは、風洞実験の結果、霊規格を高く取ることにより、ダウンホースが大幅に増加することを確認していたが、マシンの重心高が上がることやタイヤへの影響などを考慮して採用を控えていたもので、この前年のテストで、 前期のデメリットを差し引いても大きなメリットがあることが確認できたため採用に踏み切った。初めて大柄なヒルの体に合わせてコクピットが設計されドライバーの負担も減り FW17 の弱点の一つでもあった信頼性も向上させ時のライバルであったベネトンとフェラーリが様々な理由で苦戦を強いられた中シーズンを通してたチームを圧倒した。ビルヌーブは カートのオーバルコースで片側に曲がり続けるなどのカートで学んだ独特のセッティングを要求したがドライバー二人の方針が違うにもかかわらず FW18 はそれにもよく対応した16戦中12勝という記録は1992年の FW14 倍と1993年の FW15C を上回りチーム史上最多記録である太字は ポールポジション、車体時はファステストラップ。ありがとうございます。